シアで今日の夜ご飯を買います。あ、空気がキンキンに冷えてます。おじいちゃんが持ってきてくれた弥生姫。あ、一粒一粒が大きい。そしてすでにいい香り。さあ、もう始めちゃっていいんですか？いいよ、始めます。はい、どうも、おしわりのです。はい、今日は何を作るかと言いますと、はい、じゃじゃんじゃじゃん、なんでしょう。もうね、奥にね、見えてるのね。はい、ということで、豚骨鍋の、醤油鍋つゆで作りたいと思います。イエーイ、鍋です。はい、はい、片やこちらはコーヒー作ってます。作ってんの？はい、産んでます。はい、というわけで今日はこの3人で夜ご飯を作っていきます。いきます。レッツクッキング。ウォって不器用な。そう、かわいい。足先不器用じゃないから。確かに。トマトに豚バラを巻いてんの？生ハム。間違えた。いや、今のはちょっと聞き捨てならない言葉。生ハム。完成です。トマト、チーズ、生ハム、オリーブオイルがけです。いただきます。やばい。豚骨でしたっけ？豚骨醤油？うま、うん。うわ、うん、しみれ。五臓六腑。やばい。わ、美味しい。絶対生姜合うと思ったんです。はあ。しみる。ウインナーが入ってます。えのきも。豆腐も。これは豚肉なんでしたっけ？あのポルトガル産みたいな。ベルギーじゃなくて。ポーランドじゃなくて、デンマークじゃん。なんだっけ、ベリコブタさん。え、なんだっけ、ポルトガル。ルチーニみたいな。なんかこの、最後、グッてなるのがほんと。しかもさ、6人いるからさ、一回、一周したらだいぶ、ね、手が震える。本当にやばい。うん。気持ちにやだ。お願い、飛ばせ。最低。うわほんまに嫌な予感しかない。まだ刺してなかった。うん。行きます。うわもう、やだ。ほんまに怖い、怖い。結構来てるわ。怖いよ。すごい、すごくないですか？生待ってますよ。何だろう、え、おまんじゅうだ。
いいですか？ありがとうございます。濃厚です。私は好きな味だ。美味しいよね。うん。見たことある。あ、足湯だ。今から食べるんですかね。今から食べる。作りおかき。3, 2, 1待ちまーす。